はい、皆さん、こんにちは。レイトレーディングの場標地区関連情報ブログ運営者です。今回は最新の、メキシコのコロナウイルス感染状況についてのまとめです。で、次の、スライドから、紹介しているものは6月2日現在のものですので、ご了承ください。で、6月2日現在の感染状況になります。感染者は累積で9万7326人と、前回の8万人今日のところから大幅に増えています。で、また死者数も、累積なんですが、こちらも1万人を、超えました。週末明けぐらいに超えました。で、現在も治療中なのが、1万6940人で、回復者数は、こちら増えまして7万308人になりました。で、1日あたりの推移の最新情報なんですけれども、6月2日に3891人という、昨日ですね、過去最高の、数字を記録してしまいました。ずっと、前回の、3000人ちょいぐらいのところから少し下がってはいたんですけれども、昨日の時点でうんと上がってしまいまして、ちょっとこの後も引き続き警戒が必要な状況となっています。で、ここまで増えてくると、感染者数がカナダを抜かしまして、14番目、世界で14番目になりました。で、他の国も見ていきますと、一番多いのはまだアメリカで、その次が、ブラジルが、50万人を超えまして、非常に世界で2番目に多くなってきていまして、もちろんラテンアメリカ諸国でも一番人数の多いところになっています。で、あとはラテンアメリカで見ていくと、10位がペルー、17万人ですね。で、チリが10万8000人なので、今日の、統計まだ出ていないんですけれども、もう少ししたらチリを抜かしてしまうか、追いついてしまうんではないかっていうふうに思っております。で、死亡者数なんですが、1万人を超えてしまったことで、世界で7番目に多い死亡者数となってしまいました。つい最近までベルギーよりも少なかったんですけれども、ベルギーを越しまして、メキシコになってます。で、感染の多い10州なんですが、今回、ちょっと図表で出してみました。まずやっぱり一番まだ多いのが連邦区メキシコシティですね。メキシコシティが、2万5000人弱いまして、で、死亡者数も2700人と非常にまだ多い状態です。で、その次がメキシコ州、バハカリフォルニア、タバスコ、ベラクルス、シナロラは変わっていません。で、あとは、こちらゲレロって書いてあるんですけれども、ゲレロ、アカプルコ、有名なビーチのアカプルコがあるところです。ですので、結構旅行者の方から感染していったっていうふうな見方が強まってます。で、先ほどのメキシコシティのことも紹介したので、ちょっとメキシコシティの中でどれぐらいその感染者の、差が出ているのかっていうのをちょっと今回はご紹介したいと思います。まず、この図が、メキシコシティ全体の図です。で、色分けしますと、この一番濃い、紺色の部分が2500人以上の感染者がいる自治体ですね、自治区ですね。その次が、紫、普通の紫色の1000人以上いるところ。で、もう一つの、赤紫っぽいところが、500人から999人のエリアですね。で、大体のエリアがこのオレンジ色、200人以上との、ムニシピオでも確認されている状況になってます。で、では早速見ていきますと、2500人以上、要は最も深刻なエリアですね、いるところがこの GAM というこのエリアと、イスタパラパっていう、最も多いのがイスタパラパっていう4419人です。で、このイスタパラパではどういうところなのかということで、もちろんちょっと行ったことはないんですけれども、調べたところ、大体メキシコシティ空港ってこの辺りなんですね。で、そこから、空港を降りた方とかは、ご存知かもしれないですが、ちょっと丘になって見えるところがあります。そこが、イスタパラパのエリアで、このエリアだけで180万人弱の非常に人口密度の高い、自治体になってます。で、この中も、人口密度が高くて結構貧富の差も激しいということと、あと50代、ウィキペディア情報なんですが、50代以上の、老人、大人の人が、何パーセ
で、ここのエリアだけでもう4419人で非常に多い感染者を出しております。で、こちらの同じこ、メキシコシティの北の方ですね。こちらも2834人というふうになってまして、で、次に、数字が割と多くなっているのはこのクアテモク、これメキシコの中心部の方ですね。そこのエリアが1300人ちょっといます。ポランコとかそういった一番中心部のところですね、そこになってます。で、ちなみに、日本人の方も多く住んでいる割と高級エリアのサンタフェっていうのが大体この辺りなんですけれども、やはり所得の高い人が多いということで、医療もしっかりしてますので感染者は少なめになっています。で、今回これなぜ紹介したかと言いますと、割とメキシコシティの中でもひどいエリアとそうでないエリアが結構あるっていうのをちょっと、一部の情報で聞きましたので、今回ちょっと紹介させていただきました。で、続きまして、グアナファト州の感染状況です。グアナファト州の感染者は、2000人を超えてしまいました。で、昨日時点での新規感染者数が199人と、最多の数字を出しております。こちらも他の、メキシコ国内の感染者、1日あたりの感染者数と同じように一時期ちょっと減ってはいたんですけれども、最も高い数字が、昨日出てしまいました。で、死者もあれから、前回から増えまして154人になっております。どうしてこんな増えているかと言いますと、特にレオンでの、増え方が非常に早く、非常に増えています。874人で一番グアナファト州で人口の多いレオンなんですけれども、人口の多いレオンであるから現に、874人と一番多い人、州内でも一番多い人数となっております。で、イラプアトとセラヤとサラマンカ、イラプアトがちょっと若干、200人を超えてしまいました。少し増えました。で、セラヤとサラマンカも少しだけですが、増えてます。で、やっぱりこの199人の内訳の中でもレオンが圧倒的に多くなってます。で、そうした中でもグアナファト州、人数、感染者数が増えて、病院が、間に合わないことに備えて、グアナファト大学のレオンキャンパスで移動式の病院 の実証を試しています。ここに書いてある図なんですけれども、このように膨らましていきまして、中にベッドを48台ほど、この一つの中で48台ほど入れるように、準備ができているというのがニュースになっていました。で、あとは、ここからは、メキシコ各地の、この週末で起こったことですとか、今後の見通しとか、そういったことをお話しさせていただきます。で、写真を見ますと、こういうふうに車が並んでいるんですけれども、これは先週末ですね、メキシコ各地で、オブラドール大統領、私たちアムロ大統領って言ってるんですけれども、アムロの大統領がコロナウイルスに対して政策があまりちゃんとしていないということで、各地でデモが起こりました。で、ただ、いつもそのデモというと、今アメリカでも起こっているデモや暴動と同じように、その人がこういっぱい集まって密集してしまうという状況ではなくて、このように写真の通りに車に乗って、ソーシャルディスタンスを意識して、走行しながら、デモをしていました。で、こちらの左の写真がメキシコシティのソカロの近辺ですね。で、こちらがモンテレーで、こちらがカンクンです。で、70都市ほどでこのデモを行われたんですけれども、特にその大きな人的被害はなかったというふうに、ニュースでは聞いています。で、今の、もう少し詳しい状況と、今後言われている予想ですね、そういったのもちょっとニュースにありましたのでご紹介します。で、まず、今週、週明けの6月1日からメキシコ各地では新しい日常生活、ニューノルマリだとが始まりまして、各店舗、レストランですとかショッピングモールとかホテルが、徐々に再開が始まっています。で、あとはメキシコシティでも、新しい日常生活を始めることで、企業も始まりだしたので、公共施設、地下鉄とかそういったところでのマスクの着用も義務付けになってなりました。で、こちらも人によってさまざまで、レオンなどはもう本当に昨日も出かけた時もほぼ全員近くはマスクしているんですけれども、やっぱり地域によってはマスクしていない人が半々だったりとか、ほとんどの人がマスクしていないとか、やっぱり地域での差もそうですけれども、個人レベルでの意識の差っていうのも結構出てきています。
で、再開したレストランでは、アルコール消毒や、メニューの QR、メニューをこう QR コードで読み込んだり、店員さんがマスクやフェイスシールドを着用しているなどして、徹底しています。で、中には、モンテレーの、ステーキレストランなんかでは、アルコール消毒と、靴の裏の消毒に加えて、なんかこう、部屋みたいなのに入って、全身消毒してからご飯を食べるという、なんかすごい徹底ぶりのところもありました。で、映画館、すごく密になってしまう映画館や公園は、いまだにクローズ中です。それは、赤信号であるっていうこともそうですし、あとは、地域、映画館はまだ許されていないからです。で、余談なんですけれども、映画館閉まっていても、Uber Eats はやってます。Uber Eats 映画館何の配達をするのかっていうと、映画館で売ってるポップコーンですね。ポップコーンとかホットドッグを Uber Eats で持ってきて、まあお家で映画館みたいな雰囲気を楽しんでくださいっていう取り組みも行っているみたいです。で、空の便の状況なんですけれども、今月から、全日空アナが、週5便に、増便しました。で、相変わらずでもアイゲロメヒコは運休中ですし、あとはレオンからですと、やはり全然まだ国内線は減便されていて、ほぼメキシコシティに行く便も減便されてますので、日本に一時帰国される方はメキシコシティまで陸路で行かれている方が多いです。で、ここまでが現状の様子なんですけれども、今後の予測をいくつか紹介しているメディアがありましたので、ちょっとピックアップしていきます。MIT マサチューセッツ工科大ですね。で、そこが、試算出した、計算によると、メキシコの国内の死者というのが、6月22日ぐらいには2万5000人に達するという試算を出しています。で、あとはもうずっと先のことなんですけれども、9月頃には、死者数は9万人を超えるという予測も出ています。やっぱり今ブラジルとかがすごい勢いで増えていますけれども、全然メキシコも同じぐらい死者数も増えているというふうになっています。で、あとは9月中旬にメキシコって独立記念日なんですけれども、独立記念日の行事もソーシャルディスタンスを守れないという理由で、早くもキャンセルになってしまう、または延期や中止している都市も出てきています。で、あと一部の報道によりますと、グアダラハラとモンテレイは、コロナウイルスの収束は、10月頃になる見通しではないかっていうニュースも出てきております。で、やはり、新しい日常生活が始まったとはいえ、まだまだ全然気を抜けない段階ですので、私たちも週2回ぐらいしか外出しないで、引き続き、ステイホームを守っていきたいと思います。次回の配信ですけれども、次回は来週の今日ぐらいの1週間後ぐらいを予定しておりますので、またよろしくお願いします。